でここからヘリを読んだりもできます。はい、でもうこれゲーム画面です。あ、もうこれだからこそワンショットにこだわってるってことですかね。はいはい、すんなりと入りました。ちょっとね数がなんか言ってますよ。その収容施設に囚われている俺たちの仲間、はい、地下を救出するんだ。この顔を覚えておいて。ノーキル、ノーアラート。ノーキル、ノーアラート。誰にも見つからず、一人も殺傷することなく任務を達成してほしい。はいはい、なるほど。これはたくさんのお客さんへのお披露目になる。しかも世界中から来たゲーム大好き紳士淑女の皆さんだ。君もオタクかい？俺もだ。恥をかくわけにはいかん。ボス、気を引き締めてくれ。これより東京ゲームショープレゼンテーションを開始する。イエー、アテンションプリーズエブリワン、ウェルカムトゥー東京ゲームショー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 。はい、ショーショーショー。カズはい、で、今からですね、はい、まあ、潜入する前に状況を見ます。で、これ、画面の中に敵兵を入れると自動的にマーキングされます。はい、このマーキングはやっぱり大事になるんですね。まあ、つけなくてもいいんですけど、まあ、大体どこにどういう敵がいるかっていう、これ、まあ、双眼鏡ですけどもね。なるほど、双眼鏡で覗くと、双眼鏡で覗かなくても画面の中に入れるとマーキングされます。なるほど。マーキングすると体がスケルトンの、はい、あれになるんですよね。で、距離とかも全部わかるようになって、距離もわかる。はい、で、アイドロイドの方に記録されます、うん、だからマップ開けるとそこに何がいるか分かる。で、うん、これはですね、はい、情報無線というやつで、うん、覗いているところで無線機を押すと、はい、そのことについて答えてくれます。はぁ、はい、で潜入開始ですね。はい、サーチライトがいっぱいあるので、うん、見つからないように。これにやっぱり見つかってしまうとアラートがなってしまうと、そうですね、うんうん、これがずっとメタルギアでやりたかってできなかったんで、今回ようやくこの光と影の演出ができるようになりました。それでですね、今、ここに、これズームもできますけど、画面も動かせるんですね。はいはい、で今ね、うん、こう当たるとですね、音が鳴ってレンズフレア出ますね。あの時は見られてますよ。はあはあ、あの時動くと見つかっちゃいますので。あの横線が今出てるの分かります、はい、皆さん、はい、ああいう形ですね。レンズフレアはペチですから私は、はい、崖を上がります。まあ、スネークはいろんなとこ上がれます、うん、なるほど。はい、もしかしてジャンプとか？ジャンプとかもできますよ。ジャンプはね、僕はスーパーマリオに敬意を払ってさせなかったんですけども、もう仕方がないということです。なるほど。今麻酔銃で、はい、監視所の人を眠らせました。ノーキルノーアラートなんで、そういうことですよね。殺さずに行きたいと思います。ただスネーク、そのジャンプとか見てるとなんか若返ったような感じがしますよね。まあ、この時40歳ですけどね。はい、若いな。まあね、今敵兵の声を拾ってますけど、うん、座ったり報復するとより、はい、指向性マイクなんで、なるほど、前の方の音を聞こえます。ほう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 。で双眼鏡でやるともっと聞こえます。じゃあ見えてるところに向いたらそこの音が拾えると。そうですね、立ったり走ってるとほとんど聞こえないですけど。なるほど。これピッキングなんですけど、うん、今回閉まっている扉とか全部開けれます。ほう。このから開けるときに注意をしないと、うん、音がして見つかるので、はい、扉の音も聞いてます。はい、でこれが新しい貼り付きですね、うん、これ覗き込み、はい、手がちゃんとついてました。麻酔銃で倒しました、うん、あ、やばいですね、車が来てますね。車が、ね、向かっちゃうんじゃないですか。ね、多分あれ見つかれる。あ、やばいですね。お見つかっちゃった。ちょっと異常が、あ、降りてきました。これ監督大丈夫ですか、この後。これはね、大丈夫ですか。やばいですね、うん、あ、ハンドライトで照らしてますね。ちょっとこれ倒しましょう。そうですね、はい。あ、お前、お、あ、あ、よかったよかった、はい、今画面が赤くなりましたね。 あれは麻酔銃届く範囲ということで、ほう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 。見つかるので担いで隠します。今回担ぐんですね、はい、フルトン回収はないんですか。フルトン回収はグランドゼロズではないですけど、本編以降はありますね。本編に行ったらあると、はい、こっちも隠しますね、うんうん、でこれ担いでる時の方がカモフラージュ上がるんで、はい、見つかりにくくなります。なるほどなるほど、はい、でちょっと草のところに隠しました。敵兵を隠しました。まあ、ついでなんで車に乗って移動しましょうか。何のついでですか。潜入方法はあんた次第だ、はい、ボス右へ。いや、左だ。バックしますね。危ない。で、地下がどこにいるかを探しているので、うん、はい、ちょっといそうなところを探しましょう。これ、宿屋にもなりますね、こう、うんうん、
主観にもなりますし、こういったその主観カメラも使えるんですね、はい、でなんかテントがあるんで、うん、まあ、ここにいそうな感じがするんで、あの辺探しましょう、なるほど、で前方に、マーキングしました、うん、ちょっとやばいんで、ちょっと右の方に行きますね。乗り物は何でも乗れるんですか？何でも乗れますね。でちょっと車をどっかで置いときたいんですけど、はい、隠したいんで、うん、あ、なんかそのそこに隠しましょう、ホロのこの辺りに、はい、僕ね、こう縦列とか難しい、僕は下手なんですけどちょっと下手ですね、今日はね、はい、ちょっと間が空いちゃったので、ちょっとここ隠しておく、そうですね、うん、で、監視場のとこちょっと、うん、まあ、見つかりそうなんで倒しに行きます。なるほど、はい、まずあのサーチライトを倒して、そうですね、まあ、倒さなくてもいいんですけど、うん、上から見られてるんで、はい、ちょっとはしご上がって、なるほど、さっきから監督、何々しなくてももちろんいいんですけどっていう話をしてますけども、はい、やっぱりそれがオープンワールドの醍醐味なんですね、はい、これ新しくないですか？これは新しいけど一般的には普通ですよね、はい、で、サーチライトは自分で照らしたりできます、はい、ズームとかも、あ、敵兵がなんか眩しがってます、はい、これズームですね、これ、あ、そうです、眩しがってる、これで目隠しもできます、ほうほう、で上でちょっと探してます、これ先置いたとこね、30何メートルですね、距離が分かると、はい、あそこに隠しましたんで覚えておいてくださいね、うん、で、思考性マイク、敵兵がなんか喋ってます、これ思考性のマイクですから、はい、向けると聞こえると、行こう、なんか脱走したみたいですね、なんか探してるんで、もしかしたら事故かもしれないんで、ほうほう、探しましょう、この辺に隠れてるかもしれないんで、なるほど、で彼らに見つかるより先に見つけないといけないんで、うんうん、なんか、あ、なんか、なんかいた、なんかいますね、ん、あ、チコだ、チコさん、捕虜、なんかいますね、あ、こう行きましょうか、彼らも急いでますから、これやっぱ敵兵とマークが違うんですね、そうですね、赤いのは敵対するもんですね、うんうん、はい、でスネークさん、今回どんなとこでも登るんで、おお、まさにオープンワールド、はい、ちょっとテントのとこ、さっきの2人ですね、はい、大体敵バディでいるので、うんうん、1人に見つかるともう1人に見つかって、1人倒してもダメなんで、ええ、同時に倒さないとダメです、なるほど、でちょっともうダメですね。これ大丈夫ですか？後ろも、ちょっと後ろから、はい、はい、掴んで、うん、剥がい締めにして、この時に、うん、締め殺すと殺すと、尋問ができます。あ、三択選べるんですね。はい、誰か来てくれ。これね、うん、人仲間を呼んでもらいました。あ、わざとバディだから、はい、でおびき寄せてやっつけようという魂胆ですが、ええ、ここがよく外すんで。これちょっと注意してくださいね。お願いします。ちょっと届かないんじゃないですかね。行きます。うまい。はい。で、はい。で C 級 C。ほう。はい。これで今バディ同士倒したってことですね。はい、まあ、こいつら置いていきましょう。うん、で先ほどの捕虜、うん、チコらしきものがここですね。はい。はい、いたチコ。いたいた。チコ。チコか。チコか。うん、大きくなりやがってよし、こんなでかかったっけ、チコかな、そうですよね、ピースウォーカーからもう10年ですからね、はい、いやいや、これね、これ1年後、ね、次の年ですか、はい、でちょっとチコを担いで、うんうん、はい、これ脱出せなあかんぞ、ほうほう、で、ね、でこれでアイドロイドのこれマップです、 3D にもなりますし、ちょっと Google っぽくもなりますし、そうそう、はい、これでですねヘリを今から呼びたいと思います、自分で場所を選べるんですか、はい、これサークルを探すんですね、そうですね、ヘリで、うん、着陸できるところが何か所かいっぱいあるんですけど、赤 い, 赤いところは結構危ないところです、なるほど、白いのもあります、ね、白いのは安全なところなんですけどちょっと遠いんで、うんうん、ちょっと近いところ、あ、ここちょっと赤いですけど、うん、ここに呼んでみます、はい、今呼びました、なるほど、そこまでちょっと運んで、やっぱ車でさっき隠したやつがあるんで、ジープありましたね、はい、ターゲットを車に乗せることもできる、うん、あら、あ、ない、あれ、あ、誰か、ない、どうする、誰か持っていったんですかね、しゃーない、しゃーないですね、なるほど、歩き、歩き、ほんで、3D の、あ、なんかヘリ見えました、来ました来ました、タグがついてるのが、あ、ほんとだほんとだ、救援を指定したところですね、遠い、はい、かなり遠いですね、うん、ちょっと、スネークさん頑張れ、行きましょうか、あ、ちょっと見つかりましたよ、何ですかこれ、これね、見つかった時ハイスピードになって、はい、その時倒せば大丈夫なんで、おー、はー、担いのまま撃てるんですね、はい、そうです、ハンドガンは使えますね、長物は使えない、ちょっとこれ見つかるんで、うん、はい、隠して隠し、あ、おっと、あ、やばいです、
どうするどうする、まさか投げつけて倒しましたね。あ、なるほど、もう早いかな、来ませんわ、うんうん、ちょっとチコも、はい、チコ、チコ歩けそうにないですもんね。チコちょっとね、足にちょっと怪我してるんで、はあはあ、もう来てますね、ヘリが来てますね、ヘリが見つかるんで、うん、降りてくるとバレちゃうんじゃないですか、こんなに近いとね、ほんで敵がヘリを攻撃してます。バレちゃった、あ、やばい、バレちゃった、はい、あら、ちょっと警報とか鳴ってるんですよ、今日聞こえないですよ、はい、ほう、行きましょう。これ撃たれてますよ、大丈夫ですか。ね、落とされることもあるんで、やばいですけどね。グラウンドゼロズはヘリ1機しかないんですよ。そうなんですか、はい、基地の方でちょっと仕事をして、他の仕事をしてるんで。じゃあ本編に入ると、本編は自分でいっぱい持ってる人は大丈夫ですけど、なるべく安全なところに迎えに来てもらった方がいいですね。ちょっと遠いですけど、そうなると、うんうん、はい、下ろしました。ちょっと敵を、追撃する敵をやっつけときますけど、はい、はい、お、列列頑張ってる、あー、ナイスオニャン。これちなみに情報なんですけども、はい、中で喋ってらっしゃるのがドナさんだってお聞きしたんですけども、あ、そうですそうです、うんうん、アイドロイドそうです。で、この時も上から撃てます。おお。で、本編では、改造できますからヘリ、はいはい、ガトリングついてたりするやつは機銃がついてるから機銃で撃てます。ほう、グランドゼロズはついてないので自分で撃ってますけど。スネークさんは何をしようとしてるんだろう。敵を撃とうとして、この時落とされると終わってしまいますんで。なるほど。当たってますよね。なんか。ああダメですね、外れてます、はい、さっき今出たのインターフェースに赤いのが出ましたけど、 あれはその方向から当てられた、当てられてましたってことですね、はい、こういう時に直感的に分かるってことですね。そうですね、うんうん、はい、おー、まあ、空域っていうか、うん、まあ、ここから安全ということで、ヘリから降りることもできるんですよね。できます、へー、ある程度の高さじゃないと死んでしまいますから、はい、やっぱり、はい、はい、さあ、ということで地獄救出できましたよね。まあ、チコみたいな人でね。チコみたいな人、はい、ミッションコンプリート、はい、まあ、これはちょっと、うん、TBS 用に出た出た作りましたけど、小島プロ、はい、なるほど。スネーク、途中ヒヤヒヤしたが見事だった、うん、よかった。チコ、ん、チコじゃない、お前誰。情報 S ランク、スキルはダンボール作り。ダンボール、おお、優秀じゃないか。もしかして、ようこそ我々の舞台へ。スネーク、チコの場所は東京ゲームショーでは教えられないらしい。本編ではチコ、そしてパスを助けよ。続きは本編で。ありがとう。